朝のルーチン心理学。今日もね、まあ曇ってはいるんだけどね、まあそれなりのね暑さというか、あの新しい発見、これ三島最後ね、今このね、ツルメモドキのね、ツルメモドキのツルをうまくこうやって使ってこっちへね絡めて、で今こうやって立たせているんだけども、この花ね、三島最古の花、これでまあ三島最古だというふうにね判断してるんだけれども、エビス草、なんとこちらにもね三島最古があったという、これね、これどう考えても三島最古だよね。これをね見つけたと。あ、ここにもエビスグサあるな。ほら、エビスグサ。葉っぱが特徴的だからね、まあわかるんだけど。あ、ここにもあるわ。まあエビスグサ。まあこういうふうにね、これ三島最古、三島最古に間違いないと思うんだけども、まあこういうふうにね。ズボラなのよね。ズボラなんで、なんだかよくわかんない草が残ってね、残ってねっていうか、要するに草むしりをしてないんで、結局それが残って、で、花が咲いて、あ、ここに三島最古があるよみたいな感じでね、見つけると。これは、あれだね、裏白、キチコウサ。ね。ここでも生えてる。ブラジルチチコウサみたいな感じでね、まあ気づいてね、いらねえなと思うのは抜いて、あれも食べれると思うんだよね、食べれる、チチコウサの仲間だから食べれるとは思うんだけども、まあ抜いちゃうという感じでね、ボケの実もね大きくなってきて、あ、これ果実種にね、果実種になるんだけどね、サルスベリ。いやいや、三島最古がこうやって出てくれるとね嬉しいね。ここ要するに引き砂利の中にも生えるってことがもうはっきり分かったんで、あ、ここにもあの風船カズラが出てきた。風船カズラ、まあこんな感じでね、これ何なんだっけね、白いちっちゃな花が咲いてるけどね、なんでしょうこれは。これも何かの木だと思うんだけどね。あ、ここにもねエビスグサみたいな感じでね、まあ、あちこちにいろんなものが生えてくると、それを楽しむと。これは風船カズラでしょ？これなんだろう？これよくわかんないけど。なんかあれっぽいな。花象。花象っぽいけど違うかな。これは、この上のどんぐりから落ちてきたね。これね。ウバメガシだと思うんだけどね、これもよくわかんないんだよね。これはえのきだと思うんだけどね。ここにも風船カズラ、これはサルスベリー。まあいろんな木やね、いろんな草植物がねあちこちから出てきて、まあ、それか選んで残すのは残す、捨てる、駆除するのは駆除するみたいな感じでね。要するに自然といろんな植物が芽生えてくるのを楽しむというのがね、外行ってみるか、今日も。
夏らしい雲がね、夏らしいっていうか秋なのかな、台風が来てるんだよね今ね。ドバドバいて、こんな感じで結構ね周りを木に囲むみたいな感じでね、ここもねもともと単なるフェンスだったんだけども、フェンスが台風でぶっ飛んでね、フェンスが壊れたんで、まあ生垣みたいにね、この電線に止まる鳥がうんこをして、そのうんこして落ちたのが、まあ、えのきもそうだし、くすのきもそうだし、あそこのね、このね、先端もそうだけども、全部このね、電線から落ちて、種が落ちて、ここに、まあ、芽生えてると。まあ、そんな植物がね、ここには、ハーブ王子の大好きな、イヌビワ。まあ、そんな感じでね、全部鳥が運んできた。隣の方にね、ツルが伸びないように気をつけてるんだけどね。この南天は挿し木ね。挿し木でついたと。こういうゼラニウムも挿し木。まあそんな感じでね、要するに種も苗も買わなくても植物がどんどん増えるという感じでね、このビアも種を拾ってきて、種というかね、実を拾ってきて、その種をね、まあ埋めたといった感じで、今日もニアは気持ちいい。